あ、皆さんご苦労さんです。今日も元気よくこの関西電力に抗議をしましょう。このビルの9階、関西電力の皆さん聞いてますか？あなた方は今国民の生命を危険にさらしながら再稼働させております。こんなことを我々はいつまでも続けていくわけにはいかないんです。ご通行中の皆さん、このビルの9階に関西電力の、東京支社があります。この東京支社に向かって今日も我々は抗議をします。高浜原発が再稼働され3号機そして続けて4号機がされようとしています。でこういうことを今平気でやろうとしている関西電力のこの行為について我々は断固として抗議をしたいと思います。ご存知のようにすでに、関西電力がやっていることは今日本の原発を次から次へと再稼働させて、そしてしかも日本で今度作れなくなった原発を世界に売ろうとしているわけです。安倍政権のやろうとしていることはもう世界の原発の動きと全く逆のことをやっているわけです。今世界の動きは原発をいかにやめてそして自然エネルギーに変えようということをみんな世界では必死になってやってるにもかかわらず、日本政府だけはですよ、日本だけは原発をベース電源とか言いながら動かしながら、しかもそれを今度世界に輸出してばらまこうとしてるわけです。こんなことを我々は福島で経験したあの苦い経験をですね、何にもまだそこから何にも学ばずですね、そしてさらに世界に対して迷惑をかけようとこういうことをやってるわけです。では最初にシュプレヒコールをお願いします。関西電力の皆さん、私たち毎週毎週金曜日に、ここで抗議を続けている市民の者たちです。高浜の再稼働、私たち決して許したくありませんでした。フルサーマルで高濃度の汚染物質が生まれてしまう、今よりももっと危険な高レベル廃棄物が生まれてしまう、そういう廃棄物、汚物を一体どこに捨てるんですか。世界中のどこにも捨てるところのないものを皆さんは生み出そうとしてるんです。皆さんの子供や孫や次世代の人たちにそのツケを押し付けて、皆さんは恥ずかしくないんですか。高浜原発再稼働させたあの原発、今すぐ止めてください。そして大井も再稼働させないと、皆さんどうぞ賢い決断をしてください。この日本を破滅に導くようなそんな決断を今すぐ翻して新しいエネルギーに転換する、新しい日本を作るという関西電力という名にふさわしい誇りある決断をしてください。私たち国民はもう原発がなくてもこの日本はやっていけるということを十分理解しています。皆さんはなんで原発を動かそうとしているんでしょうか。皆さんの会社を存続させればいい、それだけのことですか。それとも政府と組んで核爆弾を作ろうとしているんですか。国民は皆さんの行動を見ています。関西電力の皆さん、心ある関西電力の社員の皆さんは原発はもういらないと思っているはずです。どうぞそのことを内側から声を上げてください。関西電力、皆さんの会社が日本を滅ぼすことのないように、このまま原発を再稼働させて、もし事故が起きて
地方が被爆するようなことがあれば本当に日本は終わってしまいます。福島も全く終わっていないのに、皆さん高浜原発このまま動かしてどうするんですか。どうぞどうぞ今すぐ止めてください。ではシュプレヒコール行きます。高浜止めろ、おいもいらない、再稼働反対、原発いらない、原発いらない、高浜やめろ、モックスやめろ、モックスやめろ、原発やめろ、原発いらない、おいも入ろ、原発いらない、高浜止めろ、おいも入ろ、このビル9階関西電力、関西電力恥を知れ、関西電力恥を知れ、電気は足りてる、再稼働いらない、高浜いらない、おいもいらない、原発やめろ、原発やめろ、再稼働やめろ、福島先だ、収束先だ、福島事故は終わってない、収束先だ、原発やめろ、再稼働やめろ、モックスやめろ、高浜やめろ、おいもいらない、原発やめろ、高浜やめろ、おいもやめろ、このまま入ろ、高浜やめろ、おいもやめろ、このビル9階関西電力、原発やめろ、電気は足りてる、高浜入ろ、おいも入ろ、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 原発入ろ。ご通行中の皆さん、私たちは関西電力に対して原発を復旧を公表し続けております、このビルの9階に関西電力の東京支社があります。今関西電力がいかに我々に対して無謀なことをやろうとしているのか、これは明らかになっているわけです。先立ってあまり大臣がやめましたよね。で、あなたたちはこのあまりに対して何をやっていたんですか。年間1000万円以上の寄付をしていたでしょう。あなたたちは恥を知りなさい。このあまりが原発の再稼働推進の張本人だったわけですよ。この人に献金をして、そしてそこまでやりながら原発を再稼働させようとしている、あなた方のやっていることは我々の平和と我々の生活を脅かす最も危険な行為はないですか。
そしても申し上げたいと思います。今までここの関電前でたくさんの関西電力高浜原発を再稼働する必要は全くない、百害あって一利なしの理由が述べられました。原発を動かさなくても電気は足りていると、関西電力の原発は非常に危険だ、原発が危険だけじゃなく、しかもプルサーマル発電というもっと危険なのをやる、住民の避難路はない、琵琶湖が危ない、こういういくつかの話がずっと述べられてきました。今日はこれらに加えて今まであまり言われていない点を一つ述べたいと思います。それは集中立地の危険という点です。あそこには従来から言われている通り15基も原発があります。近日廃炉になるのを含め4基を減らせば11になりますが、それでも十数基が一箇所に集まっているという原発立地は世界でも稀です、ありません。集中立地は大変危険です。例えば一つの原発が放射能でやられたときに、その周りから人間はいることができません。どうしてもそこから避難せざるを得ないとなると、その隣の原発も隣の原発もみんな避難しなければいけない。こういう形で11基のあの若狭湾の原発全てを放棄せざるを得ないような、そういう事態が十分あり得るわけです。これが今まで反対運動の側は指摘してきましたが、あまり大きく言われませんでした。特に規制委員会はこの危険性について言っていません。福島で、東電福島で4つの原発が同時にダメになった、集中立地の危険が十分福島で事実で証明されたにもかかわらず、その福島の4基よりももっと多い11基あるいは15基の若狭湾の原発について、集中立地の危険性について指摘していません。これが規制委員会が新しい規制基準の策定で集中立地を規制すると、つまりやめさせる、こういう方向を取らなかったわけですね。そういう点で私は今まで言われていなく、いましたが、さらにもっと危険として指摘したい集中立地の危険を直視すべきだ。でそれは関西電力の高浜原発、大井原発、そしてその他の原発全部になります。つまり11基あれば一つの原発の危険とその11倍以上あるというわけです。そういう点でこの規制委員会が集中立地の危険性を踏み込まなかった、新規制基準で踏み込まなかった、この点が大変危険だ、こういう点を重ねて申し上げたいと思います。私たちは1月の行動24日と27日関西にバスで JR で行きました。そしてこの東京でも関西電力の前で27日と29日再稼働をやめようと、こういう行動をしました。2月はさらに下旬に4号機を動かそうとしております。これについても今日のソシネットの会合で再度地元の現地の皆さんを応援して頑張ろうと、こういう方針になりました。地元では木原総林さんたちがアメーバ、高浜町のアメーバ行動という形で広く高浜町内全体にマイクとビラと、そして個別のお話し合いという形でやっております。私たちもこの現地の地元の現地京都の皆さんの応援し連帯して、再度2月の20、21、同日になると思いますが、再度出かけていってこの高浜町の皆さんに働きかける、地元のアメーバ模様で働きかける、こういう行動を一緒にやりたいなと思っております。また後ほど皆さんにもお話しますが、ぜひ東京でも抗議し、そして地元高浜町でも大きく盛り上げる、こういう形で
一歩一歩関西電力が再稼働に固執すればするほど一歩一歩再稼働の反対の波が高まってくる、大きくなってくる、こういうことを実現したいと思います。関西電力がこの再稼働をやめるまで一緒に最後までこういう行動を続けることを宣言します。はい、終わります。ご苦労さんです。ご通行中の皆さん、このビルの9階に関西電力の東京支社があります。我々は毎週金曜日、そして今日もまたこの関西電力に抗議に来ております。ぜひ皆さん聞いていただきたいと思います。続きまして、先だって我々は24日から高浜の現地へ行って原発の前で堂々と抗議行動を行ったんですが、その中の一人、熊田さん、一つその時の模様は含めて喋ってください。高浜行ってきました。すごい、24日は人がいまして、次の日はもう残ってまたゲート前に行きました。で、その25日目はなんか、ゲート前に行って抗議するよりも、その町に行ってビラを配ったりした方が行くっていう人たちがいたので、それについて行ってビラを町で撒いたんですけども、結構基本的にはポストに入れてきたんですけども、会える人とか結構いて、結構その想像以上にもう町の人の反応が良かったのに驚きました。で、26日はゲート前にやっぱりせっかく来たんで一人でゲート前に立ってたんですけども、すぐに警備の人が来て、そのここに行っちゃダメだっていうか言うんで、なんでですかっつったら、なんか法に基づいてその占領してるところだからどいてくれとか言ってたんで、そのでもその結局そんなことなんか言いながら、その警察の人はそのどう思ってるんだってことをちょっと聞いたんですけども、我々は中立の立場だってことを言ってるんですよね、警察。だから基本的に警察というのはそういう立場みたいなんですね。でも中立ってのは、原発において中立ってのは、ちょっとおかしいですよね、やっぱり中立。だからそんな、やっぱり本当におかしいと思います。だってその世界で1ミリシーベルトが基準なのに、日本は20ミリシーベルト、なんで20倍、日本人はなんで20倍で大丈夫なのかって意味がわからないですよね。その日本人そんな優秀だから、もう20倍まで耐えられるみたいないうことなんですかね。もう本当にそれを考えたら、やってることは本当にとんでもないことをやってるわけだし、そのチェルノブイリやそのアメリカの核実験や広島長崎のその結果から考えたら、5年後なんて本当にがんとか白血病の被害がこれ出てくるわけですよね。これ本当にその
原発から漏れた量から考えても、これからおそらく本当に出てきちゃうわけで、それを今の報道規制から考えると報道しないわけですよね。もう本当にちょっと声を出さない人も、ここはもう思い切ってそのもうどんどんなんかデモとかあったらちょっと出て声を上げていかないと、本当に良くない未来がまた来ちゃうような気がします。関西電力さんは本当にもういつまでもそういう、どういう人たちか分かんないけども、そういう悪い方向にいつまでもいてはいけないと思います。本当に原発やめてください。以上です。はい、ご苦労さんです。熊田さんはずっとこの1週間ばかり高浜に泊まり込んで、一人で原発の前で抗議行動をやり、大阪ではあの彼が持っているシールを皆さんに配って抗議の意思を示していました。ご苦労さんでした。次に、反原発自治体議員市民連盟の向笠さんから抗議の言葉をお願いします。はい、反原発自治体議員市民連盟、31日と2月1日は、伊方原発の方に、議員行って、あの周辺自治体に、伊方原発に対する、住民説明会を求める行動をいたしました。で、高浜原発については、一応抗議声明を作りましたので、ここで読ませていただきます。関西電力高浜原発の再稼働に抗議し、原子炉の稼働を直ちに止めることを求める反原発自治体議員市民連盟、2016年1月29日福井県高浜原発が再稼働しました。福島第一原発過酷事故から5年経ちます。国内原発稼働ゼロの状況を経て、地元はもちろん全国の再稼働反対の世論を無視し、昨年10月に九州電力の鹿児島県仙台原発が稼働しました。今回の関西電力福井県高浜原発3号炉が2カ所目です。しかもプルサーマルです。サーマルリアクター軽水炉でプルトニウムを利用することで、ウラン燃料だけの仙台原発よりも原発事故が起きた場合の危険性が格段に高まります。プルサーマルの高浜原発3号炉が壊れた場合には、燃料中のプルトニウムが拡散するのです。福井県内はもちろん近隣の京都、滋賀、さらには関西圏一帯をプルトニウムが襲うのです。関西の水がめと言われている琵琶湖も汚染されます。魚介類の宝庫若狭湾も汚染されます。しかも恐ろしいことに、高浜原発が位置する若狭湾沿いには14基もの原子炉が建設されています。その中には壊れて動かないとはいえ、プルトニウム増殖炉モンジュもあるのです。大地震も大津波も若狭湾沿いのそれぞれの原発を同時に襲うのです。免震重要棟も整備されていない状況で、原子炉のどれか一つでも壊れたら他の原子炉も制御できなくなる危険性があります。原発事故が連鎖し、どうなるかは想像するだけでも絶望的です。福島第一原発過酷事故の経験から、私たち国民が得た教訓があります。まだ現在進行形ではありますが、原発事故は周辺住民の人生を狂わせ、ふるさとを奪うという事実です。福島第一原発事故を経た現在、原発事故を想定する中で、原発と暮らす周辺住民には地元の原発についての情報と知識、そして事故が起きた時の覚悟と備えが必要になったのです。1、地元自治体の
首長が了承すれば地元の同意を得たことにするという政治的偽装を行った安倍政権。2、法律には規定がないからと周辺自治体住民への説明会も行わない関西電力。3、安全は保証しないと明言しながら再稼働を許可した原子力規制委員会。この3社に怒りを込めて抗議し、関西電力福井県高浜原発3号炉の稼働を直ちに止めるよう強く求めます。以上です。今の声明文に全てが記されていた通りです。今いかに関西電力がやろうとしていることが無謀なことか、そして私たちの市民生活を全く粉々にするようなそういう危険なことをやろうとしているんですよ。関西電力の皆さん、よく聞いてください。私たちはこれ以上もう日本を怪我し、そして私たちの子孫に対して我々が責任を持てるようなそういう日本を作るわけにはいかないんです。これ以上我々はこの日本という国を汚すわけにいきません。我々は断固として抗議を続けます。続きまして、木村さんいるかな。同じく木村さん、高浜原発に抗議に行って、そして、関西電力の本社に向かっても抗議をしてくださった木村さんからご報告をお願いします。はい。私もさっきの熊田さんと同じように24日から27日まで、関西にいまして、特にさっき彼は話さなかったですけど、26日ですね、自転車で、ゲート前まで行ってきました。高浜駅が貸してくれるんです、自転車。ただちょっと帰りに彼のはパンクしちゃって大変だったんですが、それで走ってみて感じたんですけど、高浜の原発に行き着くまで、まあ、岬の 先ですからね、結局細いんですよ、道が。往復2車線しかなくて、かつ途中でどうしても通らないといけないトンネルが2つありましてね。でそこを通ってると後ろからトラックが追いかけてきて、僕はもう怖かったんですが、これたくさんみんな来たら結構交通渋滞できるかもしれないと思いました。まあこれはご参考に、これは秘密かな、本当は。すいません。それと、実は、ゲート前に24日はですね、460名が集まって、ゲートからちょっと上に、展望台があるんですが、そこからゲートまでの抗議行動、デモ行進をやりました。デモといってももちろんその山奥ですから、ほとんど人はいないんですけど、見てるのは警察だけ、関電の人だけっていう感じですけども、それでも山奥をデモしましたで、ゲート前であれだけのたくさんが集まったっていうのは初めてだと思います。非常に良かったと思います。それから、27日には東京、ここでも110人が集まってあったと思いますが、同じ時刻に大阪中之島の本店、関電の本店前で抗議行動が行われました。延べ700人が参加して抗議行動しました。私たちからも何人か東京からも行って行動しました。やはり関電に対して強く攻めるということは大事で、今日もそうですが、もっともっと強く攻めていきたいと思います。一方で私がいつも言ってます、規制委員会がやっぱりひどいんですよね。前回も言いましたが、福井地裁がああいう4月に結論、名前、樋口裁判長のああいう決定が出ていたにもかかわらず、ずっと審査してきて、そしてここまでこぎつけた、これは規制庁とまた関電のやり口です。それからもっとけしからんのはですね、フルサーマルであるということをほとんど議論してないんですね。これは私もちょっと高浜はなかなか手が回ってなかったので、最近見て思ったんですが、規制委が出している審査書、設置変更許可の審査書を見て検索をかけても、プルサーマルもノックスっていうのも全然出て引っかからないんですよ。わかります？ひどいと思いません？
福島第一原発事故3号機は核爆発だったかもしれないと言われてる、あれもプルサーマルなんですよ。要するにプルサーマルっていうのは2009年が初めて動き出した。それまで10年ぐらい伸び伸びで動かせなかった、そんな問題のもの。そして動いたのが、伊方、玄海伊方、福島第一、そして高浜だったんですね。でだからまだギリギリで動いたばっかりのところで 3.11 が起こった。ですからそれについてももっともっと見直さないといけない。規制行政が誤っていたわけですから、当然このプルサーマル発電に対しても、ノックス燃料を使うことに対しても、もっともっと今までのその評価で良かったかどうかっていうのをきっちり見直さないといけなかったはずなんですが、ほとんど見直してないと思われます。私もきっちり確認できたわけじゃないですけども、新規制基準にも多分ほとんど述べられていない。だからこそ審査書では全然こう言及されてないだと思います。こんなひどい規制委員会、こんなひどい関電で今この高浜3号機が動いていて、また1ヶ月後に4号機が動かされようとしている。もうこれ許せません。私たちは厳しく、ずっと厳しく関電規制委員会を責めていきましょう。頑張りましょう。ありがとうございました。はい、ご苦労さんです。私も行ってきましたけども、とにかく関西電力が高浜原発を動かすためにどれだけの警察と機動隊を呼んだんですか。何千人何百人もの、単に福井からだけじゃなくて愛知県警まで呼んでですね、道端にずらーっと警官を並べて、この人たちの権力に守られてあなたたちは再稼働させたんですよ。こういう権力と癒着しながら、警察と癒着しながら、あなた方は再稼働だけに執着しているじゃないですか。こういうことはやめましょう。続きまして、向笠さんの方からシュプレヒコールをお願いします。はい、それでは、お付き合いください。高浜原発再稼働反対、福井の原発再稼働反対、関西原発再稼働反対、高浜原発再稼働反対、福井の原発再稼働反対、高浜と
さんです。では続きまして、横須賀の市原さん、一言お願いします。あ、これ両方ですか。こんばんは。お集まりの皆さん、参加者の皆さん、ご苦労様です。通行人の皆さん、声を、この声が届きますから、通行員の皆さんの心の中にも、そして関西電力の社員の皆さん、よくもまあ原発動かしますね。 3.11 の教訓はどこ行ったんですか。 3.11 の教訓はですね、誰一人被爆をさせてはいけないということなんです。誰一人避難から逃げ遅れちゃいけないということなんですよ。誰一人犠牲者を出しちゃいけないんですよ。なんでそんなことローシャンズじゃやるんですか。いくら勘弁だからといって脳みそがしびれちゃったんですか。これは関西電力、電気勘弁して脳みそがおかしくなったのか。まともに考えたらおかしいところじゃないんじゃないか。現実の社会を見たらいかがですか。社員の皆さん、福祉は見なさいよ。何も終わってなくて、みんな人質の中で人質にされて福島に返されてるじゃありませんか。貧しいながらも逃げているんですよ。いい加減にしなさいよ社員の皆さん。関西電力の社員の皆さん、本当に会社への愛社精神があるならば、社長や会長に直訴して原発やりましょうって、そのくらいの言う度胸があっていいだろうに、あんたたちは本当に会社への愛社精神がないんだろう。ただただ給料泥棒、このバカ者、給料泥棒じゃないか、あんたたちは。いい加減にしないと、本当に何千人何万人でこの関西電力のビル周りを包囲して、あんたたち大変なことになりますよ。もういい加減にして降参しなさい。本当にそうですよ。枕を高くして寝てられない。私がこうやって大きな声出す私だけの怒りじゃないですよ。多くの人たちが本当のことを思ってるんだ。来月の通行人の皆さん、このビルから出てこられるお客さん方の皆さん、本当にはっきり言います。原発によって殺される前に声を上げよう。安倍晋三、この国の政府によって、原発政策によって殺される前に声を上げよう。殺されてるからじゃ遅いぞ。本当にこの国の電力会社、政府、すべては人の命を守ろうとしないんですよ。私たちは本当に政府が平和と言ったら、あ、これは戦争だんだなと、原発が安全なんだと、あ、これは危ないんだなと、政府が戻っていったら、これは逃げなきゃいけないんだ、逆なことを本当に考えて生き延びなきゃいけないんですよ。そんな時代に今私たちは入ってるんだ。どうぞ今日の参加者の皆さん、生き延びて声を上げましょう。絶対勝つまで戦おう、やりましょう。はい、ご苦労さんです。関西電力か。関西電力の皆さん、よく聞いてください。私は先日北朝鮮が核実験をしたら、レベルの低い人たちが我々に白眼し、白い目を向けてきますね。私たち何やったんでしょうか。私は在日韓国人2世ですけど、やはり日本の戦争のために我々は祖国が分断されているというこの事実を皆さんは知らない方が多いですね。だからこういう白い目で見るんですが、私先日経済産業省の前でマイク持って言いました。日本だけが悪いんじゃない。世界中の先進国が原爆や水爆を実験を繰り返してきて、特に日本の第五福竜丸はビキニ環礁で
アメリカの水爆実験の犠牲になり、高知の漁船団も20隻被爆しておりますよね。だから私、日本ばっかりが悪いと言ってないんです。皆さん、この高浜原発はプルトニウムという恐ろしい、本当に毒性を持ったものをどこへ捨てるんでしょうか。日本の原発のゴミは私の先祖のジンギスカンのモンゴルの地に捨てに行くという話も出てるということを聞きました。どこにも捨てるところのないものを子供たちに私たちは残していくことはできないんですよ。世界中の人間たちが原爆実験、水爆実験をして、地球は地殻が今おそらく相当ガタガタに変動していると思います。大きな地震や津波はそういう影響を全然やってない小さな島国たちに及ぼしてるわけですね。これみんな先進国の責任なんですよ。どうぞあなた方、日本の大企業としてこれを自分たちの子孫まで代々と残していくのかということをもう一度考えてください。東電は、私は聞きました、あるお役人に、もうゾンビなんですって。東電に40何回私一人で行きましたよ。どうぞ自然エネルギーに変えてほしいということを訴えましたよ。だけど東電はゾンビで、経済産業省が大元であると。こんなこと私たち一人一人がこれから全国民に訴えていかなきゃならない。どうしても再稼働はやめていただきたい。お願いします。はい、ご苦労さんです。東京のこの空の下でも放射能は降ってるんですよ。皆さん、ご通行中の皆さん、被爆はどんどん進んでます。これから先、多くの人たちが白血病やあるいは放射能の被害によって甲状腺がんだとかいろんな病気が出てくることは確かです。今すでに福島では152名もの子どもたちが甲状腺がんの犠牲になってるんです。こういうものを見過ごして、そして再稼働しようということはもう人道的に許されることではないです。我々は断固として日本中の原発が廃炉になるまで断固と戦いましょう。次に、では柳田さんの方からご報告をお願いします。次の告知を含めてお願いします。まだ多少時間がありますので発言されたい方はぜひ来てください。先ほどもちょっとだけ言いましたが、後からまだだいぶ見えたんでもう一度申し上げます。2月の20、21、同日ですが、早朝から高浜にバスを出して朝出てって民宿に泊まって、翌日向こう夕方出て東京に戻ってくると、こういう行動を今日のソシネットの会議で話し合いました。それは京都やあの近隣の人たちがアメーバ行動といって、ずっと高浜町全町をいくつかの隊に分かれて5人ずつぐらいですね、のぼりとマイクとビラを持ってずっと高浜町全町を回ると、こういう行動を70日間頑張られた。その結果、去年の1月私たちが行った時はかなり地元は冷ややかな感じでした。私たちが一生懸命ビラ入れしたり署名をお願いした時には、ところが今年の1月1年経って今年行ってみたらだいぶ雰囲気が違うんですね。先ほど熊田さんが一人でビラ入れされた時にだいぶみんなの雰囲気がいい方向に変わってたというふうにおっしゃられました。そういう意味でやっぱり一生懸命訴えることがかなり地元の人たちに原発の危険と問題点と、そして私たちの今後の生きる道について考えさせる、そういう要素があります。そういう意味で2月の20、21、同日、新宿から朝バスを出して民宿に泊まって、翌日も行動して夕方向こうを出て11時ぐらいまでに新宿戻ってくる、こういうコースを計画して、アメーバ作戦と
地元の人は言っておりますが、そういう形で現地の行動を協力したいなと思っております。予算の方は前回と同じで、バスが5,000円、往復ですと1万を越しますが、残りは全国から寄せられたカンパでやります。それから民宿の方も少し安い値段で行きたいと思うんで、合わせてバス代と民宿代朝食付きで合わせて9000円の予定でやる予定です。40数名で出かけたいと思います。そういう点でぜひ4号機を再稼働しようとしていると。今回は3号機をやりました。4号機、そしてその先は1号2号を60年延長しようとしますね。ですから3号機を1月にやり、4号機を2月にやり、その先は1号2号を60年延長しようと、ますます危険になるんですね。だからそういう点で一旦は3号機は動き出しましたが、動けば動くほどますます次から反対運動が高まると、抗議の声が高まる、こういうことがどうしても必要だと。そういう点で2月の20、21、同日ですね、ぜひ皆さんがたくさん参加いただいて、50名近くバスで出かけようと、こういうふうに思いますので、ぜひ手帳に入れていただいて積極的にご参加ください。関西電力に対する私たちの声をガンガン突きつけましょう。皆さんご苦労さんです。最後にシュプレヒコールをやって、この場の関西電力への抗議を終わらせたいと思います。そしてこの後東京電力の方へ向かいます。それから来月の3月の最初の水曜日ですね、同じくここで5時半から抗議をしますんで、ぜひ皆さんご参加お願いします。今柳田さんの方から報告があったように、今高浜原発の4号機がまさに再稼働されようとしている、この直前になるか直後になるか分かりませんけども、3月の第1水曜日にここでまた集まって皆さんと抗議しましょう。なんか一言、はい、すいません、さっき言い忘れたので、時間がまだあるようなんで、ですね、1月28日先週の木曜日ですが、高浜4号機の工事計画認可に対する異議申し立てを出してあったんですが、それの意見陳述会を開きました。規制委員会の中に入って、工事計画認可におけるデータ、特にですね、関連が出した資料がほとんどが黒枠白抜きになっている。例えばですね、37個もファイルがあるんですが、そのうちの22番っていうのはすごいんですよ。1044ページあるんですが、そのうちの1000ページがみんな黒枠白抜きのページなんです。みんな見ると面白いですよ。よくこんなにたくさん隠したなっていうぐらい、隠そうが大変だったんじゃないかというぐらい、そういう問題も含めて山崎佐隆さんと、それから毛柴さんとで、意見陳述をし、そしてその後記者会見しました。残念ながら報道には至りませんでしたが、こういう4号機に対してブレーキをかける、これ4号機だけじゃなくて、実は伊方も仙台もみんなそうなんです。工事計画認可における、これ前から何回も言っているように、基準地震動自身が小さすぎるんだけど、その基準地震動で大丈夫だということを証明するのが非常に電力会社には難しいんですよ。2、30年前に作った機械ですから。ですからそこのところを彼らはごまかそうとしている。これは引き続き追及しようと思ってます。以上です、すいません。はい、ご苦労さんです。とにかく日本の政府、安倍政権もそうですけども、関西電力も嘘と偽りの塊です。こういうことを言う、いつまでも許すわけにはいきません。また来月の3月2日の日5時半にここでみんなで抗議をしましょう。4電の方もお願いしますね。はい。それでは最後にシュプレヒコールを金子さんの方からお願いします。では皆さん、寒い中ご苦労様です。では関西電力に向けて大きな声でシュプレヒコールいきます。原発いらない、高浜いらない、マックスやめろ、電気は足りてる、電気は足りてる、このビル切れ、パンパン
今日の実際配ってますので、どうぞ。はい、今日は第29回になります。6時半から7時半までですね。で、終わった後、近くで交流会をやりますので、ぜひご参加ください。第29回、もう配ってます。はい、どうぞ。今日は東京電力は福島原発事故の責任を取れ、こういうビラ第レジメですね。はい、29回目お配りします。どうぞ。はい、どうぞ。渋谷の被爆災害が被害を受けられますので、やっぱり今日は東京電力がああいう5年前に大惨事を起こしておきながら、誰も誰一人処罰されない、そして政府のお金で救援されると、こういう状態が続いているがために、それがために今またまるで福島事故がなかったかのように、九州電力や関西電力が原発を再稼働しようとしている、こういう最も大きな理由になっています。やっぱりああいう5年前の大惨事、ああいうのを起こした、それは当然にも今の資本主義社会としての責任を引き受けると、罪を被る、これが当然ですね。かつて日本航空だって株券が紙くずになった、そういう形の普通なわけですね。それがされずに性犯罪、原子力村、原発共同体が寄ってたかって東京電力を罪に陥れなかった、そのことがやっぱり今も尾を引いております。福島では今でもまだ6畳と4畳半の2間に親子6人が住んでると、仮設住宅で、東京に避難したお母さんは、お母さんと子供は6畳一間と台所だけと、こういう形で生活をせざるを得ない人が10万を超すんですね。福島原発事故、東電福島原発事故は多くの人に困難と苦労を与えております。やっぱり東京電力が誠意を込めてまず謝罪し、補償し、そして再び原発事故を起こさないと公言するのが一番大事ですが、東京電力は未だ裁判所においてすらも請求されている資料を提出しないとか、いろいろやっております。あるいは新潟県知事からも責められております。そういう点でこの東京電力をが責任を取れというこの報道は、今東京圏では非常に少ないんですけども、非常に大事です。今は国会を責めると同時に電力会社の責任を問うという、この点も非常に大事なんです。これが私どもの行動の原点であります。はい、はい、こんばんは。高浜原発3号機が私たち国民の反対を押し切り、1月29日に再稼働をしました。九州電力や関西電力が無責任に原発を再稼働しているのは、事故を起こしても東京電力のように責任を取らないで済むと考えているからです。東京電力の責任の上を許さず、原発事故責任をきちんと取らせましょう。東京電力は責任を取れ。福島原発事故の責任を取れ。柏崎刈羽原発再稼働するな。汚染水止めろ。29回東電本店合同抗議を
ただいまから開始します。まずはオープニングコール希望される方は前の方に進んできてください。それではまず1番目の方。私は横浜の商店の親父です。
商店の親父は商売においては非常に敏感です。東京電力、お前さんとの契約はまず私はしませんからね。これから東京電力の契約はどんどんなくなっていくんだよ。商売人っていうのはそういう機微があるかどうかなんだ。まずもってすでに東電爆破体制を終了した。今回の東電との契約はなくなる。したがって東電もなくなる。よく覚えておけ。商売っていうのは国民をバカにしてぬくぬくと5年間死ね死ね、うしっしなんて言って、うしっしなんて言ってられないんだぞ。東京電力の契約が消えていくという恐ろしさをよく理解しろ。まずもって東京電力はメーカーとしての色がもう分かってない。電力を作るにあたって原発をまた再稼働しようなんて言っている。ふざけたことをするんじゃない。原発を稼働することによって地球環境を汚染する。世界中から日本はバカだと思われてる。その筆頭が東京電力なんだ。昔だったら市中引き回し三条の河原に君たちの組が並ぶんだけど、今の世の中はそこまで残酷ではない。ただし私は原発アイヒマンリストを今作成中で、あのアイヒマンというのはいいだけだとナチスの一員として非常な残酷なことをやった。東電の諸君、原発アイヒマンリストに乗るということは世界中どこに逃げても必ず引っ取られるってことだ。そしてさばいていくぞ。よく覚えてけ。いいか、犯罪自由であるっていうことを自覚しろ。終わりだ。どうもありがとうございました。じゃあ2番目の方。福島の、お話をさせていただきます。原発の事故当時、2011年3月18日、山下、俊一氏は、パニック状態に陥っている、福島県立医大の、300人の職員の前で、福島県の皆さんには安全要素材は必要ないという自説を堂々と述べました。それが功を奏しまして、だいぶ影響があって福島県の皆さんには安全要素材が配られないという結果を招きました。そしてその後県民健康管理調査が始まりました。そして2012年、山下新一氏は小児甲状腺がんの、エコー検査を受けた、子どもの患者さんに対してセカンドオピニオンを受けてほしくないということで、各医療機関に、セカンドオピニオンを、断るよう、通達を出しています。福島県内では、この通達を、結構忠実に守る、病院が結構あったということです。そして、今現在小児甲状腺がんの子どもさんは、疑いを含めて152人になっています。そのうちの37名の患者さんは、1巡目の検査で、全く問題がなかった子どもさんたちです。1巡目と2巡目の間は、
約2年をかけるぐらいの歳月が、流れています。この短い間で37名の子どもさんが癌になってしまいました。中には山下俊一医師が発覚したようにセカンドオピニオンを受けられなかった子どもさんもいたのではないかと、推測します。本当にひどい話だと思います。そしてですね、アメリカの、疾病、管理予防センターというところの報告で、小児甲状腺がんの最短の潜伏期間は1年という報告が、なされています。山下俊一氏は、チェルノブイリで長く研究を、子どもさんの甲状腺がんの研究を、なさっていたので、うすうす、こういったことはご存知だったのではないかという、推測が、成り立つかと思います。そして、同じく2012年に当時の、細野環境大臣が福島県の子どもたちの、ゲノム解析を始めるとしました。この、ゲノム情報どういうことになっているかというとすごいことになっていて、ゲノム情報から、新薬を今作られています。新薬が生まれるともう何兆円という、市場を、生んでしまいます。そしてこの福島県の子どもたちのゲノム情報は福島、県立医大で、どこにも渡さないように、閉じ込められているような、状況です。このゲノム情報を利用して鈴木伸一氏や山下俊一氏は、国家の予算で研究を続けて論文を書いています。そしてこの福島県立医大に連なる研究者の方たちは、大金持ちになる可能性があるというのが今の現状です。はい、そしてごめんなさい。そして、一方の子どもたちはどうかというと、移住や避難も、させてもらえません。安静養素剤も与えられませんでした。セカンドオピニオンも受けられませんでした。そうした中で150人の子どもさんが小児甲状腺がんになっています。かたや、山下俊一氏は福島県は世界最大の、実験場と公言しました。こういう方がですね大手を振って、街を確保しているような状況です。ぜひここにお集まりの皆さん、ツイキャスや YouTube をご覧の皆さんも、福島地裁に、プレッシャーをかけていただきたいと思います。山下俊一氏を、裁判で公正な審議を受けてほしいと、福島地裁にプレッシャーを、かけていただきたいと思います。本日もですね、バスの、申し込み2月25日に、子どもたち被爆裁判、4回目の、口頭弁論ありますので、口頭弁論があって、バスツアー、受け付けておりますので、ぜひお申し込みお願いいたします。ありがとうございました。はい、3番目の方。東京電力の皆さん、72年前に東京に生まれた在日韓国人2世のウォンと申します。疑わしきは罰せるという言葉は、これは刑法に違反した人に対する裁判所の考え方ですね。だけど疑わしい福島の子どもたちが甲状腺の癌や白血病にかかっているということは疑わしいんですよ。子どもたちを守らなければ国は守れないでしょう。私はなんで今日ここに来たか、東京の人間として、原発から発した電気を使ったことがとても恥ずかしいんです。責任を感じます。でも私は13年前に東海原子力村のバスツアーで原子力村に行きました。そして設備を全部見学して、何かご意見質問のある方はと言われて、こんな地震の多い原爆を2基も落とされた国に原発を22基以上も作るんでしょうか。だったら北海道から沖縄までのクリスマスツリーみたいな電気を全て消してくださいと言ったんですね。そしたら絶対
大丈夫です、どんなことがあっても六ヶ所村のあの建物は壊れませんって、いや人間の作ったものに絶対ということはないでしょうと。そしてバスの中で政府官です、職員の方々は別にそんな私は罪があると思ってませんから。そしたらふいっと横を向いたんですね。ああこれは金儲けなんだと東京へ帰ってたくさんの友達に言いました。いや原発は大丈夫よ、安全だからと言ってるから。ここに思いを致さなかった我々市民もものすごく悪いんです。54基も作らせてしまったからね。ただ私は、まあ、こういう中でこれからもどんどん子どもたちを守って国を守るためにたくさんの仲間たちと戦っていきたいと思います。政治家と電力会社、心を改めてください。自分たちの子孫だって延々と続くんですよ。お願いいたします。北朝鮮の核の問題、それと私たちを混同しないでください。よろしくお願いいたします。東電の方どうぞ政治家にきちんと物を言ってください。はい、ありがとうございました。ではショートコール入ります。じゃあ怒りのコール行います。原発反対、原発反対、再稼働反対、再稼働反対、東電解体、東電解体、東電解体、責任取れ、東電責任取れ、原発ではご存知のように日々汚染水が発生していてタンクに汲み上げている状態です。でこの汚染水の発生量なんですが、おととし去年は月間平均 1.5 万トンペースでした。ところが昨年の10月から今年1月末まで4ヶ月間の増加ペースを見ますと月間平均 1.8 万トンに跳ね上がってます。で
タンクの空き容量に関しては毎週金曜日に東電が資料を出してますので、まあ、幸いにもその資料で追うことができます。で単純計算で空き容量を見ますと1月末時点で約 7.8 万トンの空き容量があるんですが、この 7.8 万トンというのは原子炉に注水する淡水用のタンクですとか、あるいはあの自己処理に行った蒸発処理の分も含めてのものです。で今後発生する汚染水というのはいわゆるアルプス処理町水処理済み水になりますから、その部分のタンクの空き容量を見るとどのくらいの余裕があるのかというのが分かります。でこのアルプス処理町水処理済み水のタンクの空き容量を見ますと1月製で約6万トン分あります。月間平均増加量が 1.8 万トン、一応この数字をベースにお話しますが、2、3、4月の3ヶ月分は確保できている計算です。でさらに今年度中に1号機の建屋から水を一部3000トン強組み上げる予定なので、まあ、この部分はまあギリギリ確保できます。ということは今何らかの理由でタンクの増設が止まってしまえば5月以降タンクに入れられなくなりゲームオーバーになるということです。ではタンクの増設計画はどうなっているのか、これも東電が資料を出しています。非常に分かりにくいんですが、この細かに見ていけば分かります。で、4月までにタンクの増設及び運用開始予定がどうなっているのかと。でこれを見るとですね、まあ、あのタンクエリアや J4 エリアですとか J7 エリア、J8 計算エリアとかエリア別にいろいろあります。でなんですか、細かい数字を、追っていくと判断ですので、ざっくりと申し上げますと今後3ヶ月間で約5万6000トンの増設運用開始が見込まれています。でこの5万6000トンを月間平均増加量1万8000トンで割ると、まあ、約3ヶ月ということになります。現状4月分までは確保できてますから、さらに3ヶ月足して7月末までは持つという計算にはなるんですが、あくまでも月間平均 1.8 万トンで計算してますから、これが減るか増えるかまだ分かりません。まあ、一応東電に甘い見通しをお話しますと、今の5万6000トンとは別に5月以降も1万3000トン分の増設が予定されていて、7月以降もまだ詳細は未定ですが3万トン分の増設が計画されています。さらに8月以降 H2 エリアと呼ばれるところでもさらにタンクの増設が開始される予定です。まあ、これらの数字を見る限りでは汚染水の増加に対応できるには見えるんですが、不確定要素としてですね、まあ、月間平均 1.8 万トンのペースが高圧するかどうかはわからない。今は冬で比較的雨の少ない時期ですから、雪解け水が地下水に流れ込んできたらどうなるか、梅雨に入って雨が増えたらどうなるか、これはまだ分かりません。むしろ増加量が増える可能性が高いです。あと東電のタンク増設の計画というのはこれまでもたびたび延期になってまして、計画通りに進捗したことが珍しいというそういう実態です。であとさらにタンクや配管の破損などが起こる可能性もありますから、それらも考えますと1ヶ月分ぐらいの余裕は見ておいた方がいいだろうと思われます。さてそうしますと、予定通りにタンクが増設できたとしても6月末にはタンク容量が逼迫する可能性が高いんです。で当然も手をこまねいているわけではありません。一応2つの手を打ってます。1つはサブドレーン、原子炉建屋やタービン建屋の周り41箇所の井戸から地下水を汲み上げて地下水の水位を下げ建屋への流入量を減らすという方法、これは今実際動いてまして、さらに汲み上げ量を増やす予定です。そしてもう一つは皆さんもご存知の凍土方式陸川遮水壁、2月上旬には全ての準備工事が完了する予定で、既に凍結機も設置されてますから、スイッチ一つで凍土方式陸川遮水壁は凍結が開始できます。東電の計画だとこれで建屋の周りを囲んで地下水の流入量を減らすっていうことなんですが、規
制委員会はこの凍土方式に関した水壁凍結開始をまだ認可してません。理由としては、地下水の流入量がもし急激に減ってしまった場合、建屋の水位よりも低くなってしまって、建屋の中の高濃度汚染水が外に漏洩するのではないかということです。そうなればサブドエンからの組み上げも高濃度の汚染水になって全部タンクに溜めることになります。結局元の子もなくなる。で、東電としては水が増えると思われる春ぐらいまでには凍土壁の凍結開始を認可していただきたいというお願いを規制委員会にしてます。で、この凍土壁の認可を認めるかどうかというのは、今月2月15日月曜日、原子力規制委員会の特定原子力施設鑑賞化検討会合で議論が行われるはずです。で、珍しいことに担当である福田豊志原子力規制委員長代理が日程を口頭で案内しました。で、2月15日月曜日午前9時半からもうすでに私傍聴の予定は入れてますので傍聴に行きます。これこのただしこの凍土方式遮水壁認可されたとしても、予期通りの効果を発揮するかどうかという問題もありますし、さらに地盤に悪さをする可能性もある。全く予断を許しません。ただし認可しないとすると、サブドレンだけでどれだけ汚染水の増加量を食い止められるのかという問題がまた出てきます。で、タンクに関しましては、先ほどお話しましたように今4月分までしか持たない計算ですから、とにかく増設は進めていかなければいけない。ただしこのままだと夏頃までにはかなり逼迫する予想が立ちます。もしかしたら参議院選なんかまともに行える状態ではなくなるかもしれません。で、今後春に向かって汚染水の増加量がどのぐらいになっているか分かりませんけども、もはや数年先のことではなく数ヶ月先までこの限界が迫りつつある。毎週が非常に重要になってきます。皆さんぜひご自身で東電のホームページ、規制委員会のホームページ、あと各種会議の内容、ぜひご自分でチェックしてください。新聞に載ってなかったのか、テレビでやってなかったら、それは言い訳になりません。もしこれで海洋放出なんてことになったら、世界中から日本が叩かれます。日本の有権者は何やってたんだと言われます。その時に世界に向かって、新聞に載ってませんでした、テレビでやってませんでしたなんて言ったところで馬鹿にされるだけです。皆さん自分でしとみましょう。ありがとうございました。はい、浜橋さん、情勢報告ありがとうございます。人形鑑定行動で有名な川崎から五十嵐さんが太鼓での講義を行ってくれます。お願いします。
それでは日本橋の方と安保省安保国合唱団でコラボです。ご苦労様です。日本橋の私河原へと言います。今日はお母さんが稼いだくて、いつも運んでくれるお母さんもなんかこの場所で自分だけになっちゃいますが、他方の方が一緒に歌おうということで一歩伝わってもらいます。皆さんもご存知だと思うんですが、最初当たり前の地球をいきたいと思います。地があり、海に魚が泳いで、空には鳥が飛ぶ、こんな当たり前の地球いつまで残るだろう。私たちの海と海の魚たちと、私たちの空と空の鳥たちと、こんな当たり前の地球いつまで残るだろう。こんな当たり前の地球いつまで残せるだろう。月には花が咲き、街を鼓動がかける、いつまで残るだろう。私たちの月と月の花たちと、私たちの街と街の子供たちと、そんな当たり前の暮らしいつまで残るだろう。そんな当たり前の暮らしいつまで残せるだろう。原発許すな、原発許すな、原発許すな、原発許すな。ありがとうございます。次に原子力発電の方を皆さんと一緒に歌いたいと思います。では僕らいくぜ、ワン、ツー、スリー。はい、僕ら生きているこの地球に原子力発電は必要ないのか。緑の大地と青い海、もう立たない、原子力発電の僕ら生きているこの地球に、危ないエネルギー必要ないのか。人の大地と青い海、もう倒さない、原子力発電の僕ら生きているこの地球に、原発や地の灰は必要ないのか。緑の大地と青い海、原子力発電の僕ら
ているこの地球に平和を犯すもの必要ないのさ。緑の大地と青い海渡さない原子力発電の機械でございます。僕ら生きているこの地球に原子力発電は必要ないのさ。緑の大地と青い海渡さない原子力発電の皆さん頑張りましょう。どうもありがとうございます。はい、二町長の方ありがとうございました。そして担保者合唱団、即席結成の担保者合唱団ありがとうございました。寒いんでコール行きます。で、月の方はスタンバイしててください。原発いらない、ファイカの反対、原発いらない、電気は足りてる、若干のお金がいります。それから現地の方をお呼びしたりして、いろいろ工場の方にちょっとお金がかかるので、またカンパをよろしくお願いいたします。今こういった赤い袋を持って女性が回りますので、よろしくお願いいたします。あ、どうも皆さんこんばんは。先ほどからエコタイム祭のチラシをお配りさせていただいてますが、練馬のエコタというところにある小さなギャラリーなんですけれども、2週間ぶっ通しで、原発関連のドキュメント、福島を忘れない、そういうコンセプトで、やります。で、私は、3月9日の水曜日の3時からなんですけれども、東電のせいでいわきから東京に避難せざるを得なくなった鴨下さんっていう方、東電を相手に福島原発東京訴訟をやっている訴訟団長の鴨下さんを呼んで、トークライブをやります。
どうぞ皆さんぜひ予約してきてください。それと2月14日には福島地方緊急会議としてタンポポ社で午後1時半から2月14日土曜日ですが、武藤瑠衣子さんを呼んで福島の現状をお聞きします。どうか皆さんぜひ来てください。よろしくお願いします。当然この夜は私たちは絶対この怒り忘れないぞ。はい、ありがとうございました。2番目の方。東京電力さん、あなた方は柏崎刈羽原発を動かそうとしていますよね。そんなことやってる場合ですか。福島原発の収束は今年来年ぐらいで終わる問題ではないでしょう。これから何年も何十年もかかる。そのために現場の作業員さんたちもこれからどんどん足りなくなっていくでしょう。どうするつもりですか。また作業員さんたちの占領の限界を上げようっていうわけにはいかないでしょう。柏崎の原発に作業員さんを振り分ける余裕があるんなら福島に全力を挙げるのが筋でしょうが、どの面下げて再稼働とか言えますか。前年の中、東京電力さん今までにない最高の経常利益を上げてますよね。その利益は何に使うんですか。あなた方が率先して原発以外の発電をやっていかなくてどうするんですか。再生可能エネルギーなりに全力を向けるのがあなた方のやるべきことじゃないですか。どうしてもやりたい、原発やりたいって言うなら福島で未だに避難して仮設住宅に暮らさざるを得ない人たちに申し訳ないんですけれども、原発をもう一回やりたいんですけど許してもらえますかって頭を下げるぐらいのことをやってみなさい。あなた方が頭を下げる立場です。忘れないように言っときますよ。あなた方は加害者だ。忘れるな。はい、ありがとうございました。3番目の方。原発電気さようならにしたいと思います。それで電力の自由化で新電力が本当に原発電気がないのか、普通の水力発電やあるいは再生可能エネルギー、そのほかどうなっているのか、これを今反原発自治体議員市民連盟が調査しています。新会社130のうち40社ぐらいが家庭に交流します。ですからこの40社を今調べてるんですね。調査票を送って、あなたの会社の電気は原発電気含んでますか、それとも水力ですか、あるいは天然ガス発電ですか、再生可能エネルギー、こうやって聞いております。その調査がまとまりますので2月の18日木曜日ですね、第5回の電力自由化の学習会やります。それで自分がどこの電力会社と契約するのか、その電力会社の中身がね分かる、そういう調査結果を議員市民連盟がまとめてますので、2月18日木曜第5回ですが7時からスペース担保でやりますのでぜひ来てください。原発電気さよなら、東京東電の原発電気さよなら。東電は家庭の小売から5割ぐらいしか供給してないんですが、利益の9割は家庭からです。ですからここが離れれば東京電力はさっき言われたようなボロ儲けしてるのができなくなります。財政面で
東電よさよなら、そのための新電力を選ぶために2月18日の講座第5回目ご参加ください。よろしく。はい、4番目の方、経産省前テントです。お疲れ様です。先々週ですかね、先週だったか、1月末の、NHK の、NHK スペシャル、先ほど、ね、皆さんお話ありましたように、多くの人たちが、避難を強いられた、今も続けている強制避難だけでも、9万人、そのうち役場ごとのね、全町村避難が7町村ありました。去年の9月に今もとにかく、賠償それから、再稼働するにあたってできるだけ、福島の被害を少なく損害を少なくしていきたい、そして東電の、思惑もあって、どんどん強制帰還をさせようとしている、そういう中で去年の、9月に初めて奈良町というところが、帰還に、解除されてということですけれども、今日先月、まだ1月まで段階でですね、まだわずか 6% の人しか帰ってこない、町の人たちも一生懸命もちろん頑張ってる、私たちももちろん応援したいと思うけれども、そのね、町長の直属で、帰還を復興を進めてる多くの町村の、スーパーに来てください、工場に来てください、そんなことを言ってるその担当者自身が帰還できない、本当に家族のことを思えば、あるいは自分のことを思えば心配で結局町に戻れない、そういう中で無理やり今、戻そうとする。そして、皆さんもご存知ですけども、関西電力高浜原発が先月末、再稼働されましたけれども、琵琶湖は水が入れ替わるまでに丸5年かかると言われています。でもね、水が変わったけれども、汚染がもしあの琵琶湖に汚染してしまったら、本当に貴重な固有種がいる魚が、あるいは貝が、海藻が汚染されてしまう、絶滅してしまう、もう取り返しがつかないわけですよね。そしてその間、その水を大切な農業用水、工業用水、そして飲料水にする本当に多くの人たちはどうするのか、そういう本当に、問題も結局解決しないまま、そして免震重要といつ作れるか、そういうのも答えられないまま、とにかく再稼働だけしちゃおうと、いうことを今もう続けてます。もう1ヶ月後には4号機も動かそうとしている、いう中でですね、タンポポ社、毎週金曜日、官邸前、東京支社前でもやってますけれども、経済省前テントでも、5時、から6時まで、金曜日、毎週金曜日、そういうことを推し進めている経産省に対して、抗議をしてます。ぜひ皆さんも、お集まりください。そして、再稼働阻止ネット、関連の東京支社前、そして、四国電力、これも本当に瀬戸内海、そしてみかん農家、そういうものが全て奪われてしまう、そういうことをぜひ止めるためにも、ぜひそちらの方にもお集まりください。今月は17日、ちょうど、2週間後の、17日です。よろしくお願いします。はい、次の方。はい、関東被害地実名ネットです。こちらにもありますように、2月の25日、第4回、口頭弁論は福島地裁で、あります。バスツアー受け止まっております。今も受け付けておりますのでよろしくお願いいたします。あとブログからも、お申し込みできますのでお願いいたします。あとこちらにございますけれども、3月5日、新宿ドームアルタ前一時集合ということで、デモを行います。大変に素晴らしい担当者の、皆さんも担当団体になっていただきました。ありがとうございます。でもね、子どもたちを日頃から守ろう、声を出していきましょう。よろしくお願いいたします。はい、次の方。東電株主代表訴訟、2月の4日、明日です。明日の午後
17時から、東京地裁であります。で明日の午前中、10時からは井戸川さんのこれも東電を訴えている裁判があります。明日は2つ東電を訴えている裁判があるのでぜひご参加ください。そしてその東電株主代表訴訟の木村由衣さんが幹部補佐で学習会の お話をします。2月15日月曜日夜7時から東電取締役27人は首を洗って待ってなさい、ここまで来た東電株主代表訴訟ということで現在の訴訟の進行状況のお話をします。ぜひご参加ください。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。それでは最後にドンパン節いきます。はい、皆さんよろしくお願いいたします。踊ってくれる？ドンパンパンドンドンパンパンドンパンパンドンドンパンパンドンドンパンドンパンパン僕たちも原発忘れない、爆発原発忘れない、原発なくても大丈夫、電気は足りてる困らない、そうです、どんどんパンパンどんパンパンどんどんパンパンどんパンパンどんどんパンパンどんパンパンどんパンパン、柿は抱き針を動かすば新潟原発動かすな、原発なくても大丈夫、電気は足りてる困らない、そうです、どんどんパンパンどんパンパンどんどんパンパンどんパンパンどんどんパンパンどんどんパンパンどんどんは足りてる困らない、それどんどんパンパンどんパンパンどんどんパンパンどんパンパンどんどんパンパンどんどんパンパンどんパンパン、柏崎光は最下の反対、柏崎光は最下の反対、はい、ありがとうございました、ここで来月の案内を時間をいただいて行います。3月11日は原発事故が始まって丸5年です。事故は終わっていません。継続中です。東電原発、福島原発事故の被害者はまだ10万以上避難を余儀なくされています。多くの、より多くの事故被害者が東京、責任を問わない誠実に対応しない東京電力へ怒り、訴えをぶつける場を3月10日、3月11日と2日間設け連続抗議といたします。皆さんには連日来てくださいとは言いません。どちらか都合をつく日に来てください。連日これ来ていただくともっと嬉しいんですけども、3月10日、3月11日2日間連続東電本店合同抗議を行いますのでよろしくお願いいたします。はい、それで定例の第1水曜日の2日やりませんので3月は10日、11日連続というふうに
記録、記憶しておいてください。それでは、東京電力が責任を認め、被害者の方々に誠実に賠償を保証するまで、我々は毎月東電に抗議の声を上げます。寒い中ありがとうございました。あ、寒波の報告があります。皆さんいつも寒波ありがとうございます。今日もたくさんの方々に寒波していただきました。本当に本当にいつもいつもありがとうございます。それと今日お配りしましたあのレジュメの中に